はい、皆さんこんにちは、ストラトです。今回もワールドオブウォーシップス始めたいと思います。はい、今回乗艦する艦船はですね、ドイツ海軍のヘルメリーンという船ですね。ゲーム上では仮想艦として、登場させてるみたいですね。外洋航海用の装甲砲艦として、計画されていた艦船なんですけども、史実では、登場してないです。やけに前部と後部に、2連装の砲塔がついてますけど、ちょっと強力そうな砲塔をつけてますね。はい、ちょっと見た目がフェリーっぽいとこがちょっとお茶目でしょうか。装甲砲艦なだけあってね、側舷の防角がちょっと強力になってるみたいですけど、はい、あと砲塔の前面部ですね、正面に50ミリの厚さの、装甲をつけていると、そんな感じですね。ティア1の中では唯一側舷の、弾薬庫の防角にまで、装甲を施した、そんな感じですね。はい、早速始めてみましょうか。はい、実際のところどれだけ持ち方があるのかな。装甲砲艦とは言ってもですね、耐久値は、低めですからね、あくまでも装甲砲艦だから防角に装甲が施されているだけなのかもしれませんけど、ないよりはあった方がいいって感じですね。実際ゲーム上どのぐらいの防御率を示してくれるかっていうのがちょっと気になるところではありますけども、軍刀マップですね。はい、これ見ると、エリキューとか、他にもオーランとかいますね。オーランで思い出しましたね。速力がね、オーランに次いで速いのもこの、ヘルメリーンの特徴ですね。結構速い方ですね。24ノット強出せますね。はい、船足は速いんですけども、小回りは効かないんでね、どういう立ち回りをすればいいのかな。ティア1の中では、射程がね 7.8 キロと短いんでね、その点も考慮して、戦いをする必要がありそうですね。ぼちぼち進んでいきましょうか。はい、このまままっすぐ進んでいきましょうね。敵発見するまではこのままでいきます。はい、敵発見しましたね。ちょっと右に旋回しつつ、ちょっと、様子を見ましょうかね。どう、何かな。巡洋艦ですね。はい、ちょっと正面からの敵が、もう攻撃されてるんで、当たらないね、これ。あれ、どっち、どっち、こっち、あれあれ。手前の駆逐艦ですね。ちょっと駆逐艦が危ないですね。煙幕が張ってるんでちょっと分かりにくいんですけど、サンプソン級ですね。はい、燃え出しましたね。よく燃えますね、これ。燃えろ燃えろってか。おーっと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 。魚雷にだけは注意して。煙突からも煙に入ってますね。よく燃えますね。はーい。回ってますね。もう本当によく燃えるな、これ。はい。倒しましたね。ここから、これエリー級ですね。エリー級、向こうにヘルメリーが航行して、おっと手前に駆逐艦がじゃないわ、巡洋艦ですね。はい、止まってるんでね、これで、よく当たりますね。おっと手前にいるのはこれはなんだ、ドレスデンですね。ドレスデンちょっとね、
私あのクラシックよく聞くんでね、ドレスデン国立歌劇場管弦楽団とか思い出しちゃいますけどねはい、これじゃつけよう。はい、はい、あとはどんな、さっきのドレスデン、ドレスデン、ちょっとチクマと似てますけどね、形が。はい、あー、ドレスデン、これまあ名前で分かる通りドイツの巡洋艦ですね。あーちょっとね、前の方全部の砲塔がちょっと、あー治りましたね治りましたね。一回なんか、機能停止してたんですけど治りましたね。はい、よかったですね。はい、終わりました。音が使えなくなりましたね。まあすぐに治ったんですけども、ちょっとねやっぱり 50mm の、装甲とか、考慮されてないみたいですね。はい、それでは早速ですね、次のマップは駆逐艦が2隻、いますんで、ちょっと、注意が必要ですね。はい、まあ、あとは、それほどでもないっていうか、まあ、それほどでもないっていう表現はおかしいですけど、まあ、駆逐艦だけ、要注意でしたから、やっぱり魚雷がね、怖いんでね。あれ、あ、なるほど。ズームアップでも双眼鏡モードになるんですね。初めて知りました。そうなんだ。はい、あれ、なんかもういきなり砲塔の音が聞こえますけど、ああいう風にね、こちらも、隠密性を保って、接近してるんで、あっち砲塔をむやみに撃つと敵に位置を悟られてしまいますね。まあ、こういうことはね、本当は迷惑なのでやめた方がいいです。はい、敵発見しました。駆逐艦ですね。あ、駆逐艦じゃないわ、14艦か。はい、味方の駆逐艦がいち早く敵と回転しますね。まあ、後方にいる巡洋艦はなんかさっき砲撃してましたけど、まあ、敵も近くにないのに、砲撃してもね、まあ、弾が届かないんでね、意味のないことはやめましょうね。さすがにちょっと当たらないか。エンマ買ってるともうわからないんでね、なかなか。あれ、なんかやけに、まあ、ちょっと陣地を取りに来たんですけど、ちょっとこれスピードダウンして、危ないですけど、魚雷、どこだ、味方がなかなか来てくれないですね。やばいやばい、ちょっとやっぱり上げた方がいいですね止まってるとダメですねこれ。魚雷了解大丈夫ですね。多勢に無勢ですね。なんで味方は出てこないんでしょうかね。まあこれ船足が速いとは言ってもね。はいはい、ヘルメインですね。はい、もうちょっと前に修正して、はい、当たりましたね。おっと、橋立てかな。はい、これも当たりますね。はい、燃えましたね燃えましたね。はい、ちょっと危険ですねここは。
あー、陣地が出ちゃいました。あーと、でも仕方ないですね。ちょっと味方がね、出てきてくれないんですよね。ちょっと一人で陣地を奪いに来たみたいな感じの格好になってしまいましたね。これは危ないっていうか、ちょっと北の循環ボコられに行ったんでしょうかね。あれ、あー、ちょっとまずいんじゃないですかね。あ、やられちゃいましたね。あのヘルメリンを狙っていきましょうか。はい、その向こうにいるのはエリー級ですね。こちら狙ってますね。やばいですね。あ、危ない危ない。一応味方かもう漢方してるんですけど、あ、ニアミスですね。ちょっとこの橋立てを打っていきましょうね。はい、はい、照準が合いませんけど、ああ返しましたね。おっと、あれはなんだ、あれはなんだ、あれはなんだ、はいはい、あ、向こうに口角いますね。やばいですね、あれは。それはもう倒した倒した何やってんのかな。あ、こっち狙われてますね。やばいですね。この状態で雑草はまずいですね。魚雷が来るよ、魚雷が。あー、正面にも駆逐艦がいるんで、あ、もう一回来ますね。あ、やばいですね。バック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 。あー、間に合うかな。あ、間に合いますね。はい、あの駆逐艦完全にこっちに当てるんで、味方の駆逐艦が急ぎ助けに来てくれてるみたいですけど、あまり無理しないようにね。これやっつけよう。はい、もう危ないやつからも先にしといた方がいいですよ、これ。はい、はい、燃えましたね。はい、なんかこれよく燃えるな。はい、雷石が出てるんで、味方の駆逐艦はエリキューでやってるみたいですね。そのエリキューは任せました。はい、ああ、オッケー。あ、味方の駆逐艦いつの間にかやられてるんじゃないですか。あー、敵も一隻減ってるんで相打ちでしょうかね。よく燃えますね。うーん、なんかやっつけにくいというか。はい、倒しました。あ、魚雷来ました。魚雷、さっきでやっつけた駆逐艦の置き土産ですね、これ。左舷から魚雷接近。うーい、あと残りはあの一隻ですね。はい、チェスター級ですね。はい、なんだかな、なんか味方が全然動いてないというか、まあ北西にいる、味方の船は全く動いてませんね。あ、まあだから苦戦するんですよ。なんかほとんど、先行してる、あ、終わっちゃいました。あ、はい、まあ苦戦しましたけど、なんか一人で奮闘しちゃったんで、戦果はかなり高くなりましたね。はい、3隻ぐらいほとんど動いてなくて、まあ北東にすぐに行った船は、まあ、全く動いてないんで、戦闘に参加してなかったですね。はい、続いて今度のコプ戦を最後にしたいと思います。さっきは危なかったですね、まあ、なんで動かなかったのかというと、おそらく、まあ、途中で回線が切断して、入って、まあ、中にいる人がいなかった可能性もありますけど、はい、まあ、今回は、ああ、駆逐艦はいませんね。駆逐艦はいないのかな。ああ、さ
さっきは無茶しちゃったんでね、今度は、突出しないように、まあ、安全策でいきたいと思います。まあね、味方が出てきてくれないと、まあ、こちらの損害も増えるだけなんでね、入って動かないでいるっていうのもあまり良くないですね。あれどうしたのかな、先行してる橋立が急に曲がっていきます。あーっとちょっと待て、ちょっと待て待て、あースピードを打たないと、あーっとっとっと、危ない危ない、あーダメージは受けませんでしたけど、隣にいるってことを確認してくださいね。まあ、ちょっと今回も先が思いやられますね。もうすでに漢方も返しちゃってますしね。はい、あーオーランが、味方のオーランが敵陣に突っ込んでいきますね。まあ、結局のところティア1のコープ戦なんでね、初心者が、まあ、いるんで、まあ、仕方ないですよね、これは。はい、まあ、敵が、まあ、まばらにやられましたね。まあ、こちらも、どこを狙っていけばいいのかな。あれはチェスター級、チェスター級でしょうかね。なんだろう、ちょっと遠くすぎて、遠すぎて分かりませんけど。ああ、はい、チェスター級ですね。こうやって見ると、結構遠くなんですけど、命中率はかなりいい方ですね。はい、取りましたね。あ、出てきた、バカなやつめ血まつにあげたのね。接近すればするほどこちらもね、ダメージを受けやすくなるので、やばいな。あー、ちょっと、機関がちょっと、ダメージを受けましたね。プロペラシャフトのマークが赤くなってますけど。まあ、これちょっと使うしかないですね、これ。あーっと、まずい時に火災が発生してしまいましたね。さっきちょっと、速力が落ちるのはまずいと思ったんで、粘ろうと思ったんですけど、やっぱり、応急処置を使ってしまったんで、ちょっとこれ逃げつつ、敵から逃げつつ、攻撃を加えながら、応急処置が使えるまで粘れるといいんですけど、どんどん耐久値が減ってくるんですよね、火災中は。 OK、はい、危なかったですね。まあ、こうやって AI 相手でも、やっぱりね、ちょっと油断すると、ひどい目に遭うんで、皆さんも気をつけましょうね。今回、そんなに突出してるつもりはなかったんですけど、やっぱり敵が、倒しましたね。敵がね、分散してたんで、仲間も結構分散して、中央の方に、味方があまりやってこなかったんでね、それでちょっと、はい、終わりましたね。はい、危なかったです、はい、まあ、中央の方がちょっと味方が少なくなってしまったんで、結局、単管で突っ込んでいくような感じになってしまったんですね。私は突出しないように言ってたつもりなんですけど、味方が周りにいなかったっていうそんな感じでしょうか。はい、まあマップとかもね、よく確認しながら、行くといいですね。はい、
レベルアップしましたね、デイリーミッションですね、ランダム戦とランク戦のミッションを毎日できるみたいですね。クレジットボーナスも入りますね。はい、あ、そうか、ミッションクリアすることによって空きスロットがあればそこにアイテムが1個追加されると、まあ、毎日毎日その積み重ねて、いろいろ手に入れることができるみたいですね。はい、今回はねこれで終わりたいと思います。それでは皆さんごきげんよう。さよなら。